はいみなさんこんにちはこんばんは村長スタジオです今日はすごいアプリを発見しました Web アプリなんですけれどもスタジオ1のユーザーさんにはとっても重宝な Web アプリです増永さんという方が作られましたへえどんなのか楽しみ楽しみそのアプリというのはスタジオ1の5.4.1プロフェッショナル版に対応したショートカットキーが すぐにわかるよようななな便利なソフトなんだよねそれってとっても嬉しいですね私もショートカットキーってどんなのがあるのかそんなことすらわからないからショートカットキーのどんなキーが空いてるのかがどうしてもわからなくって困ってたんですようん僕もそうだよたくさんあるからねこのアプリはそんなユーザーさんのつぼをついたとってもいいソフトだと思います画面にありますように キーボーボドの絵が表示されています。ごく一般的な Windows キーボードですねもちろん今の時点で WindowsMac に関係なく Studio1 の標準のショートカットキーを表示するようになっていますどののよううに使うのかなこれはですねそのキーに対応するショートカットがどういう風に割り当てられているかがすぐにわかるんですよ。例えば、Q、のキーを押ししますね。はい。そしたら、 旧単体ではクォンタイズですよとかですねそういうことがわかるんです皆さんがよく使うのはダブルはいこれでズームアウトいわゆる縮小していくんですけれどもこの時にシフトキーを押しながらダブルのキーを押すとどうだったっけえーとトラックの幅が小さくなるんでしたよねそうだからこの真ん中のところにシフトダブルは 垂直ズームアウトってなってますその隣の E のキーは今度はズームインですよねそうするとこのように表示されますそしてコントロールプラス E ならミックスダウンをエクスポートこのような形で一目でわかるようになってるんですよとっても便利ですねはい僕もすごいなあと思いましたそれだけじゃなくこれを一覧表示で見ることができます ずっとスクロールをするとこのようにスタジオワンのキーボードショートカットが出てきます一覧でショートカットキーを見ることができるんですわあ一覧で見れることだけでもすごいですよねそういろいろ一覧で見れるウェブサイトはあるんですけれどもこれは案外分類がわかりやすいですコントロールキーやシフトキーを押したらこれは機能キーですのでここには何も表示されません シフトを押してるキーというのを表示しようと思うと画面の広さが足りなかったりするのでそれは今のところ作っていないということですでもここにあるグレーのキーですねこれらはすべてボタンを押すだけでここにどんな機能があるかなとわかるので空いているキーがすぐに判断できます例えば5を押したらこのように5で単体はペイントツールということです そしてシフト5とかコントロール5はまだ空いているよっていうことがわかりますただし冒頭でも言いましたようにスタジオワン標準のショートカットキーですですから僕は開発者の増永さんにお話をしましたえどんなお話それはね自分のショートカットキーを例えばこのウェブブラウザにドラッグドロップをするとかまたファイル選択をするような操作で スタジオワンのショートカットキーファイルを読み込んで自分の今使ってるショートカットキーを表示するようにできませんかそんなようにご相談しましたそしたらできなくはないということで一度開発をやってみようかなというふうにお返事をいただきましたのでまあすぐにというのは無理にしても近い将来そんなことができるようになるかもしれませんわあすごいね そうなれば、最新の自分のショートカットキーがここですぐにわかるわけですから、とっても便利になりますよね。そうだね。自分で作ったマクロにショートカットを作ったものもショートカットキーファイルには記録されるはずだから、そういうのもできるととってもいいね。本当に便利ですね。私も今すぐ使ってみよう。そうだね。もう今日からすぐに使えますよ。こうやって。 どん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 押していくだけでわかりますから世界で最速のショートカットキーの確認アプリだと思いますよ。増さんすすごいですね本人は謙遜されていますけれどもとってもアイデアあふれるウェブアプリだと思います。これからに期待しましょう。私も応応援援ししたいいなううん、尊重スタジオで応援していこうねということで今日はとっても便利に。 スタジオワンのショートカットキーを確認できるウェブアプリを紹介しました。ぜひ皆さんも使ってみてくださいね。URL は概要欄にも貼っておきます。今すぐ使ってほしいね。レッツゴー。尊重スタジオでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まったね。